複雑な物理現象を解き明かす物理のカリスマその名も園田,直之先生園田先生先生は0歳から11歳と幅広い年齢層に物理を教えている素晴らしい教授なのである皆さんコニえナチはなんで僕がサングラスをつけてるかというと皆さんの瞳が眩しすぎるからさあと最近さポニーテール流行ってるじゃんだから今日はポニーテールしてみたんだけど似合ってるかな あと僕物理好きすぎて塩酸で頭洗ってたらちょっとハゲてきちゃったんだよね困っちゃうえー、ちなみに僕こう見えて女性です自分のことを僕っていう女性たまにいるでしょう僕それです今日のコーデのポイントは緑の服を羽織って物理っぽさを出してみましたあと最近僕ヒゲ長すぎてさご飯食べる時にご飯にヒゲが絡まっちゃってヒゲごとご飯食べちゃうんだよねうんヒゲ食べちゃうのうんヒゲすごく美味しいヒゲはみんな食べた方がいいよヒゲは栄養あるからね うちの奥さんがよく、ヒゲの天ぷらとか、ヒゲの味噌漬けとか作ってくれるけど、うん、ヒゲ料理すごく美いし、いうん。みんなで一緒にヒゲ食べてパーティーしよう。あと、ヒゲある男ってかっこいいよね。ヒゲある男はもう一流。ヒゲない男は7.3流。うん。やっぱヒゲがあってこその男。ヒゲがないと一流じゃない。今日も物理の授業してるけど、やっぱりヒゲが全てだからね、物理は。ヒゲがないと物理って言わないし、物理がないとヒゲって言わないし、うん。ヒゲがそれぐらい大事なんだよね、物理は。うん。 あと僕、こう見えて、爬虫類です。青大将と金蛇のハーフです。青大将のお父さんと金蛇のお母さんがいて、うん、その間に僕が生まれました。ほら、どう僕のポニーテール似合ってる。僕のポニーテール似合ってると思った人から、この問題を解いてってください。うん。あと、授業中悪いんだけどさ、うちの家系図書かしてよ。うちの家系図結構面白いんだよね。右が寿命の長さで、下が年齢。この斜めの線は、へそのの長さ。 で、この斜めの線が、えー、ほくろの数。これがほくろの数ね。うん。このほくろの数が多ければ多いほど、うん。先祖を代々伝わる奥義を出せる。確率が上がる。うん。で、先祖代々伝わる奥義をどの年齢ぐらいで出せるかを求めると、だいたいね、40歳ぐらいで出せるかどうかはわかるんだよね。40過ぎてからやっぱ腐るやつとかもいっぱいいるね。この9万っていうのが、 クリエイティブオブオワンスうんなんかうちのねなんか染色体の数みたいなね能力なんだけどうんでこのクリエイティブ・オブ・ワン・スが長くなれば長くなるほど筋肉質な体に子供が生まれるとか先祖代々伝わってくる。うん で、最後にここにね、右端にサインして、やっとこれで俺の家系図の完成。これがうちの家系図。結構複雑でしょでも、時が分けほど複雑ではないんだよね。うん。でも、すごく複雑な家系図だと思う。とりあえず、ゲ食べたい。ヒゲ美味しいからさ。みんなでヒゲパーティーしようよ。あと、俺、こう見えて、学生の頃、すごくモテたんだよね。うん。学生の頃、後輩の女の子から、すごくモテた。で、後輩の女の子から、なんて呼ばれてたかというと、ヒゲ男爵。俺のあだ名は、ゲ男爵。 やっぱりヒゲ男爵っていうあだ名が後輩の女の子の中ではやっぱり流行ってたみたいヒゲ男爵って言われて俺はすごく嬉しかったしやっぱヒゲ男爵が世界を救うと俺はそう思っただからみんなも俺のことをヒゲ男爵と呼んでほしいヒゲ男爵サングラス塩酸頭家計野郎これが俺のあだ名でいいよ、うん、みんなも一緒に世界を変えよう、うん、とりあえずみんなでヒゲ食べてヒゲパーティー開こう